我らの死がまた苦骨を枯らして血を流し我ないたりし両と肉や三国干渉に奪い取りしは足りなるぞ打てや暮らせと極とのふうまたも気をつも時は明治の35年、九州宮崎県の出身陸軍歩兵中尉立花秀夫、あれならばこの重大任務を果たすであろうと見込んだお方が時の参謀総長川上総六閣下、思想堅固の立花に無理やりに進めた酒と女、赤坂に遊び続けること一月余り、挙句の果てに立花は日本の秘密をロシア政府へ売り渡したに組むべき路線である、新聞史上に書き立てた、あれは路線じゃ国賊と人のそしりを後にして、その実に日本帝国の軍事探偵立花は一人密かにシベリアの裏地を刺して入り込んで足掛け三年丸二年合心商談会ありて、ようやく手に入れたのはロシアの軍事秘密重要書類と旅順公要塞地図の下書き、小躍りなして立花が帰ってきたは新橋へ、聞けば川上将軍はすでにこの世の人ならず、この二品をいかにして参謀本部へ納めんか思いついたは親友の森田茂という男、訪ねきました玄関先、おい森田、俺じゃ立花秀夫じゃ。何立花、何しに来た、なぜ満州の対にならなかった、一個人の色化に迷い金に目がくれ路端になるとは何だ、情けないやつ、貴様のようなやつは腹を切って天皇陛下に詫びをしろ、まあ待て待ってくれ、また命気性は出ておせろと柔道三段腕に覚えの森田に疲れよろよろよろ、ここどこの眉間に傷をつけたな、傷口を押さえて立花が遠く離れし満州で足掛け三年丸二年関南新区も水の泡
からと頼む森田まで国賊呼ばには何事ぞ。俺も中止の男子なら盗み来たったこの書類川上閣下の墓前に備え頂戴したる金見とんで殻を切るよりに道はなし覚えておれよこれ森田沢渡りながら2年前あの満州へ行く時に後に残した妹知恵子今はいずこで暮らすのかこの世の別れただ一目箱はしたいちにしかず